伝えしてまいります。都心への新たな動脈となる埼京線は今日大宮池袋間が開業し、黄緑色の電車が大勢の通勤通学客を乗せて真新しい線路を走り出しました。埼京線の始発駅となった大宮駅の地下ホームでは、山下運輸大臣、畑知事、杉浦国鉄総裁、それに馬橋大宮市長などが出席して午前9時45分から出発式が行われました。式典では藤倉大宮駅長と電車の運転士に花束が贈られた後、山下運輸大臣と畑知事ら参列者がテープカットとくす玉を割り、埼京線の開業を祝いました。それでは拍手でお送りいただきます。埼京線は新幹線の県内通過の見返りとして、東北高崎両線の混雑緩和を目的に建設が進められていたもので、電車は減価された川越線にも乗り入れ、これにより川越池袋間はこれまでの1時間9分が44分に、大宮池袋間は38分が26分に短縮されます。ところで埼京線は開業初日早々から信号系統の機械故障が発生し、2万5000人の足に影響が出たほか、記念式典の出発式も手順が狂うなど混乱のスタートとなりました。あ、池袋まで。じゃあだいぶ便利になりますね。どうですか、埼京線開通で。早く赤羽で乗り換えしなくて済むんでいいと思います。どうもありがとう。魂までですけど、ちょっと初めてだから乗ってみたんですけどね。乗り心地はどんなもんですか。なんかちょっとうるさいんじゃないですか、周りがあれしてるから。どうもありがとうございました。一方、市内に3つの駅が一度に誕生した戸田市でも、今日戸田駅で開駅式が行われ、戸田市内には一日中開業を祝う祝賀ムードで沸き返りました。式典には斉藤順忠戸田市長や国鉄関係者、それに大勢の市民が参加し、テープカットの後くす玉が割られ開業を祝いました。もう長年待ちに待った埼京線の開通でございまして、私ども本当にほっとしたところでございます。からは市内のスポーツ少年団らおよそ700人が参加して市内をパレードして開業を祝いました。戸田市内にはこれまで駅が一つもなく、通勤通学など市民の足はすべてバスなどに頼っていましたが、今日の埼京線の開業により市民の間からは今後の発展が期待されています。そうですね、駅もできてだんだん戸田も発展するんじゃないかと思いますけど、結局便利になればですね、戸田の現状からいけばみんなよそいでいちゃうですね。これは大宮と池袋という人が多いんじゃないですか今後。また大宮市内では埼京線の開業と川越線の電化を祝う式典が国鉄や県関係自治体の手で開かれ、福永前衆議院議長などおよそ1000人が出席しました。ようやく開通しました。本当にこれからほっとしました、はい。その次一つ約束の、宮原もやってくださいと。そうでなきゃ北の方の混雑は緩和できないと。宮原まで通すというですね、はい、通すというその地元との約束が守られるというふうに理解してよろしいわけですか。もちろんまあそういうような形でですね、スタートを切っておるわけでございますから、そうした線でですね、私ども十分検討したいというふうに思っております。新幹線の上野乗り入れより半年遅れで開業した埼京線ですが、年間の利用者は4600万人が見込まれており、来年春には新宿まで乗り入れる予定となっています。